初項から第5項までの和が3で、初項から第10項までの和が9である等比数列な、OK、等比数列、について次のものを求めましょうと。正しい項比は実数としますと言われています。で、1番が初項から15項までの和、2番が16項から20項までの和と言っております。まあ、1番の方は要はさっきのさ、初項から第5項までの和が3だよっていう式と、初項から第10項までの和が9だよっていう連立をしてあげて、考えましょうってやつやねんけど、まあ、今回さ、等比数列やろ。等比数列の場合ってね、よく使う技があって、その何？連立をした時にさ、初項がなんぼ、項比がなんぼってもちろん出ればいいんやけど、これが出ればな、もうこんなもう数にバーンってこれ出せるんやけど、多分な、初項と項比まで出さへんのちゃうかな。てか、まあ出す。まあ出してもいいんやろうけど、出せへんかもしれへんわ。ちょっとまあ見てみましょうか。まず初項から第5項までの和です。等比数列の和やから、等比数列の和な、の和。やねんから、式はですね、SN イコール、R 引く1分の、何やったっけ、初項かける、R の N 乗やったっけやんな。N 乗。ここ間違えて N 引く1乗にしたらあかんでってやつやんな。これちゃうでーやつや。N 乗マイナス1やろ。これやろ。ということなんで、まず最初の初項から第5項までの和。これな。だから S5 ってしとくで。S5 ってなんぼやねんって言いますと、R 引く1分の、まあ、初項まあわからんからな。A のままにしよう。で、この項比も結局わからんから、R の。で、ここが5乗ってわかるだけやろ。こうでしょ。で、イコール、これが3になるらしいということね。で、もう一つ。初項から第10項までの和を考えましょう。これももう一緒ですね。S10 っていうのは、R も A もわからんから、とりあえず R-1 分の A かっこ、R の、ここが10乗なんねんな。マイナス1。イコール、これなんぼ ?9 か。ってなりますよ、いう話や。で、まあ、この2つで連立しましょうってことなんですけど、R 出そうですか？まあ、出るんやったらな、出してしもうた方が楽なんやろうけど、まあ、ちょっといきますよ。な、これ、解き方言うとくよ。等比数列のこの和から、初項とか項比求めに行きたいな、いうときはね、もう普通に、こっちとこっちの割り算をします。ここをバーンって分数。で、こっち側も同じく分数にします。バーンって。で、やって計算してください、という話です。そうすると、左側は、これどうなるかって言ったら、これ約分がめちゃ簡単にできるのよね。R-1 と A が消えちゃうでしょ、両方とも。ね。でそうすると、左側っていうのは、R の10乗引く1分の R の5乗引く1だけが残るのよ。で右の方は、右の方普通に約分したいな。9分の3やから約分したら、3分の1やろ。ってなるわけですよ。でしかも何やったらこれ見て。ここの R の10乗引く1ってさ、これ R の5乗の2乗引く1ってことじゃない？ってことはつまり2乗引く2乗やろ。やから、R の5乗足す1と、R の、ちょっと待ってな、ここ、まあ、ええか、ここに書くか。R の5乗引く1って因数分解できるんちゃう。わかります？これ2乗を引く2乗の形になってるから因数分解ができたってことよ。で、上が R の5乗引く1っていう風にしてあげたら、これ R の5乗引く1も約分できちゃうよ、ここ。バイバーイつって。そうすると、R の5乗足す1分の1イコール3分の1や。な、逆数取ってあげたら、R の5乗足す1は3になってまうやん。ほな、出たやん。R の5乗は2ってなりましたね。で、まあ、ここまではいいんですけど、じゃあこれで R 出せって言われたら、ちょっと無理じゃないですか？無理っていうか、出したとしてもさ、2の5乗根みたいな。ね、だいぶちょっと大変そうな感じが出るやんか。だからこれはな、多分一旦ここで置いとくねん。この R の5乗のまま置いときましょう。多分これを使うはず。で、でですよ。今から求めたいのは、まあ、結局求めたいのはこれやねんな。初項から第15項までの和やろ。一回これをさ、ちょっと式で書くで。こいつな。これを一回式で書きますよ。そうしますと、S15 ってことよね。S15 は、同じく R-1 分の初項かける
R の15乗を引く1ってなるわけよ。で、まあここにね、A とか R を放り込みたかったんやけど、今回 A も R も出てないわけよね。ほな、どないすんねんいう話やねんけど、それはね、この辺、ちょっとこれ消すで、ここ。この、そっちは消えてほしくないね。この、これが消えてほしいね。これをうまいこと活用できませんかってことなんですよ。ここの式。この上の式ね、この R の15乗って、R の5乗の3乗って変えれるでしょ。そうすると、ここの R の5乗引く1っていうのは、R の5乗の3乗引く1ってなれて、これ3乗引く3乗の形になってるわけよ。だって1って3乗しても1やからな。じゃあ3乗引く3乗の公式を使って、これ式変形しましょうと。スペース足りますか？まあなんとかやってみますね。R 引く1分のはまあ変わらんやん。で、上の A も変わらんねんけど、次のここの R の15乗マイナス1っていうのを、こういうふうに考えてあげて、3乗引く3乗の公式で因数分解しましょう。R の5乗引く1と、R の5乗の2乗。R の5乗の2乗やから10乗ですか？足す、R の5乗を足す1ってなるの分かります？これあれよ、A の3乗引く B の3乗っていうのは、A 引く B と A の2乗足す AB 足す B の2乗。これを使ってんねんで。今回で言うたら、こいつが A、R の5乗が A で、1が B ってことよ。だから、ここの部分は A の2乗。つまり R の5乗の2乗して、R の10乗じゃん？ 10 乗じゃん？ 10 乗じゃってなんやねん。で、その次は A と B の掛け算やん。A がこいつで B がこいつやろ。R の5乗と1かけても R の5乗やんか。で、最後の B の2乗は1の2乗やから、結局まあ1になりますやん。というお話ね。こうやって式変形をしてあげるわけよ。そうすると何ができるかって言うたら、これのね、ここの部分って、ここってさ、これじゃねって話なのよ。どうっすか？これ、R-1 分の A、括弧 R の5乗 -1。これ全く一緒やろ。つまり、ここって3に変えれるんじゃないのってことよ。なので、この式って実は、3×R の10乗足す R の5乗足す1っていう風に式変形ができちゃうわけよ。で、しかもやで、さっき、どこやったか、だいぶ下か。R の5乗は2って出てるわけやんか。じゃあ、それを使ってあげるとな。よいしょ。ここの R の10乗って R の5乗の2乗やん。つまり、こいつの2乗やから、2の2乗で4って出るわけ。で、ここの R の5乗っていうのはもうそのまま2つ交代やろ。足す2。で、足す1やんか。ほら、出てしもうたでしょ。諸項も公比も分かってはいないけども、和は実は出るんですよ。これでここの部分足し算しましょう。そうすると何ぼ？4足す2足す1で7になるのかな。じゃあ 7×3 で3721ということで和が出てきてしまいました。ちょっと いつもと違う感じやね。青で線引っ張ってしまうとけど、これが答えです。よろしいですか？21いうのが、15項までの和になりましたよということです。とりあえず括弧1番よろしいですか？もう一回消すで。カッコ2番いきまーす。で、カッコ2番は16項から12、20項かまでの和やから、ちょっと15の情報だけ残しとくね。まあ、残しとくねっていうか横に書いといたらいいんか。今、S15 が21っていうのを今出したわけよね。よいしょ、これ消し、あ、ちょっと待って。わーお、いろいろと消してしもうている。ちょっと待って、さっきの情報で R の5乗が、何番やったっけ ?2 って出てたんやったっけ？やな、多分これまた使うんじゃないですか。でから、まあ前は、まあちょっと一回消すな。どこな。で、今回出したいのはこれよ。R の16、あ、違う、R の16じゃないわ。第16項から20項までの和が欲しいねんけど、これってさ、要は、1から20までの和、までの和から、1から15項までの和、までの和を引いたらいいんじゃないの？からを引くと。これどう？1から20までの和を出して、そこから1から15までの和。まあ、ちなみにこれは
過去1番で出してんねんけどね、それを引いてあげれば16から20までの和が出るでしょうということなんで、まずこれ1から20までの和を出しましょう。なので S20 を出したいよということや。 S20 は R-1 分の初項が A で R の20乗マイナス1やったよね。でこれも同じく、ほらやっぱり計算買ってよかった。 R-1 分のここね、ここの部分っていうのは、ん？いや使えるか？ A かっここれ R の20乗ってさ、 R の10乗やろ、な、10乗やろ、おかしいか、10乗の2乗やろ。この子は R の10乗の2乗って表せるわけよ。ってなるとこいつは R の10乗足す1と、あ、ちょっと待って、足す1は後ろに書いた方がいいか、こうか、足すじゃない、かけるR の10乗足す1、こういう風に表せますよねということです。よろしいですか。ここの部分あれやで、あの2乗引く2乗使ってるからな。 A の2乗マイナス B の2乗って A 足す B と A 引く B って表せますやんの、この A が今 R の10乗やで、 B が1や、ね、だから R の10乗足す1と R の10乗引く1っていう風に変形ができたんだよということね。はい。でそのうちのですよ、ここってちょっとな、もう消してしもうてんねんけど、最初にさ、ここ出して初項から第10項までの和が9だよっつって、その式と一致してませんかっていう話を、一応ちょっと右に書いとくな、さっき書いたんやけどね、ちょっと消してしまったんで申し訳ない。10項までの和っていうのは R-1 分の初項をかっこ R の10乗を引く1ってやっとったんや。それが9なわけでしょ。ということは今回ここの赤い部分、これって9なんじゃないのってことよ。でしょ。ほんならこれ9かっこ R の10乗足す1ってなったわけやし、しかも R の10乗はほらさっきと同じようにこの R の5乗使えばいいよね。 R の5乗が2ってことは、つまりその2の2乗ってことや。つまり4かな。だから9かける4足す1ってなってるわけよ。つまり5やから5く45 45になるよという話です。だから S20 っていうのは45になるわけですね。でつまりここ1から20までの和が今出たわけや。じゃあそっから1から15までの和、つまり1番の答え、これな、これを引いとけばいいんじゃないの。つまり45から、21を引きましょう。そうすると答えは何ぼですかと言いますと、24ですかになりましたよということです。よろしいですか。まあ、なんせだから、等比数列の和を使ってなんかこうしましょういうときは、結構ね、この R とか A を単品で出すんじゃなくて、この途中の R の5乗とかね、それこそこの R-1 分のっていうこの式に丸々使って置き換えるみたいなことをよくやります。なので、これを覚えておいたら、いいかなと思います。はい。お疲れ様でした。